はい、土曜日から激しい雨でしたが、まだ降ってますね。能登地方がとっても心配なんですけど、土曜日は午後お休みにして、中島焼肉パーティー行ってきました。勢い余って二次会まで行ってしまって、二日酔いでございましたね。で、今週からは、いよいよ子供たちの米作り体験の、苗見学や代掛けがいっぱいあります。で、今日は午前中自社の田んぼ、これも雨降るの予想して、柔らかい農道じゃない周りだけちゃんと残してあるので、今日朝から雨の中植えたいと思いますが、午後は、金沢市中心部の、産業系の田植えに行きます。これが今シーズン最後の産業系の田植えなので、頑張って植えて、あとはひたすら自社の田んぼを植え続けるのみになるので頑張りたいと思います。いい。はい、自然栽培米の林さんちの宇宙米の田んぼの中代柿中です。本白してからどれ、えー、前荒白してどれぐらい経つかな。結構草も生えたと思うのでもう一回やってます。頑張ってねー。さあ、土曜日出した苗どうなってるかな。うわー、すごい綺麗でござる。バッチリ。田植えの準備完了です。さあ、今日はこの雨降っても大丈夫なように残してあったところもう計画的に植えてますからね。バッチリ準備できてます。イエイ。はい、午前中の休憩前の田植え終わりました。今から徳の幼稚園さんが苗見学に来ますけど、まだ雨降ってるし、午前中に止むはずだったのにね。ちょっと子供らかわいそう。まあ大丈夫でしょう。これ出来たてでほやほやの苗の赤ちゃんです。
じゃあさ、みんなでちょっと触ってみてくれるかな。抜いたらダメよ。そっとさ、優しく触ってね、赤ちゃんだから。で、匂いも嗅いでみて。え、どんな匂いする？いい匂い、いい匂いしたか。よかったよかった。で、いちごの匂い。いい、いいお答えです。はいはい、じゃあこれちょっとよくなでなでして覚えといてね。これ稲の赤ちゃんの苗です。で、初めて触った？ね、はい、じゃあそーっとバック。はい、苗触ってどうでした？柔らかかった？柔らかかった。そっか。そしたらまだ苗って赤ちゃんなんで、明日みんなで田植えする田んぼを白かきってします。白かきって知ってる？知らない。あのね、田んぼの土ゴロゴロだったら苗の赤ちゃん育たないよね。うまく植えられないから、田んぼの土をみんなで足で踏んで、で、柔らかくしてほしいの。わかるかな？だから、みんなで一生懸命田んぼの中走り回ったり、いろいろやってくれると、苗の赤ちゃん、喜んで、田植えできますんで、まず明日、で、明日天気いいよね。ね。したら、白かきっていうので、田んぼの中をかき混ぜてください。そして、次、田植え。田植えだけど、林さん、田植えの呪文を教えるからみんな覚えれる？ねえ、苗の赤ちゃんって3本ずつ植えます。聞いてる？3本。そしたら1本目は鳥さんの分、2本目は虫さんの分、3本目がみんなの分。言ってみて。言うよ。いや、1本目は鳥さんの分、2本目は虫さんの分、3本目がみんなの分。はい、じゃあもう一回言ってみる。林さんと一緒に言えるかな。せーの。1本目は鳥さんの分、2本目は虫さんの分、3本目がみんなの分。で、植えてください。で、また白かきの時とか田植えの時にみんなで練習するけど、なんで3本かって言ったら、みんな林さんの言うこと聞かないで、1本しか植えなかったらどうなる？え？ 1 本しか苗の赤ちゃん植えんかったら、お米が1つしか、お米が1つしかできんかったらどうなるの？え、あの人が、鳥さんの分とか虫さんの分なくなっちゃうよね。じゃあさ、分かったっつって、10本も20本も植えたら今度、鳥さん虫さん、お腹壊しちゃうよね。だからちゃんと3本ずつ植えてください。これこの呪文また園で行っても練習してね。わかった？はい、ね、はい、じゃあ今日は林さん家ので元気な苗の見学でした。はい、赤ちゃんの絵触らせてもらえてよかったね。楽しみになったね。さん、はい、白かきお願いします。今日はありがとうございました。はい、どういたしまして。はい、じゃあみんな、今日お天気悪いからスケッチできなくて残念やけど、またいつでも遊びに来てください。はい、じゃあね、バイバイ。はい、徳田幼稚園さんです。良い子のみんなでした。はい、午前の休憩宛ての田植えです。あの道路まで行きたいな。やっと天気良くなってきたけど、まだ雨が降ってます。霧雨。午後からは作業勢いで体を冷やします。はい、
きましたよ、ね、米津に1、3枚頑張っています。まっすぐ見えてるね。あ、ちょっと、ぼちぼちまっすぐなんじゃない？さっき銀さんからまっすぐお願いしますっていうねお言葉いただいているんで、慎重にまっすぐまっすぐだな。だいぶマーカーが削れてきてるのが、あの回転するのをこう拒否ってます。さあどうだ。まあぼ
ぼちぼちまっすぐかな。はい、いってらっしゃい。ああ植えたけどまっすぐじゃなかったこと視聴者類疲れておらんかな。あかごめんなさい。はい、戻ってきましたよ。地元に戻ってきました。さあ続き植えます。ここのエリアで肥料半分作戦が終わりなので、肥料の切り替えがありますんで、間違えないようにやりたいと思います。イエーイ。明日の田植えのところに着水しました。ここだともう 2,3 枚植えるとパラダイスです。頑張ります。イエイ。